皆さんこんにちは。こんにちは。ウーガチャンネルのしろっこです。せこです。よろしくお願いします。お願いします。本日はこちらのゲーム紹介していきたいと思います。はい、スマホでスタートバディファイト。スマホでスタート。そう、あのめちゃめちゃ有名なカードゲームバディファイトが、はい、今回スマホでアプリとして登場するということで、このかなり注目のスマホアプリなんですが、そうです、ね、これまだ一般には公開されておりません。あ、まだですかこれは。そう、ということは俺たちがね最速でレビューすることができるということで、これはねいやらしい番組だねこれね皆さんより一足早くですね、そうですね、やらせていただこうかなと思います。はい、バディファイトって何っていう人もいると思うんですよ。それじゃあちょっと簡単にバディファイトの説明をさせていただこうと思います。はい、バディファイトっていうのが2013年11月にですね、はい、発売されたカードゲームとなっておりまして、はい、その翌年のですね1月にはもうすでにアニメになってるほどの人気カードゲームなんですよ。おお、なるほど、アニメ2人でね戦うことができて、はい、で今回のこのアプリではなんとコンピューターとも対戦することができると。なるほど。そして近くのお友達と対戦したり、遠くの人たちと対戦したりと、いろんな方々とデュエルができる、オンラインでできる、そういった内容になってますね。オンラインゲームになります。こちらなんとですね普通の、オンラインゲームではありません。リアルと連動してます。リアルと連動、そう、通信対戦を一定の数を行うと店舗のレジでリアルカードがもらえるんですよ。え、そんな機能がある？そんなことあるって話じゃないですか。普通ないですよそんな。そう、アプリでだってこれ無料でダウンロードできるんで、無料でダウンロードした上にこれをやると、はい、なんとお店でカードがもらえるみたいな。もうやっとくだけでいいんじゃないのかみたいな。そうですね、ね、通信対戦でこっちのね、あのバディファイトっていうのは普通のカードゲームでもあって、はい、で今回ね初アプリで配信されるということで。なるほど、アプリバージョンが。今まで家でしか遊べなかった、隣の家のね人たちとは遊べなかったじゃないですか。そうですね、ね、俺の友達も加藤っていたんですけど、家近いんだけどね、はい、カードゲームできなかったからね夜になるともう帰らないとっつって。でもなるほどなるほど、今の友達はいいんですよね、家にいながら近くにいたら通信で対戦できますから。家同士でできると、はい、ちなみにこのバディファイト今偉そうに語ってますが、はい、シロッコしたことがありません。僕もしたことがありませんバディファイトがカードゲーム自体は結構やってたんですけれども、はい、バディファイトっていうのはねジェネレーションギャップ的な感じで。そうですね、そう、ちょうど世代が違ったのかなと思うんですけども、今回のこのバディスマ、これスマホでスタートできますので、はい、これを機にですね始めていきたいと思います。そうですね、でバディファイトカードゲーム、うん、シンプルで、はい、シンプルさの中に戦略性を込めたカードゲームとなります。シンプルだけど戦略性もあると。そう、シンプルなだけにね、逆に戦略性が高いゲームになってます。なるほど、はい、でこちらルールが非常に簡単で、はい、誰でも覚えることができるということなので、はい、今回はですね、まあ、たくさんの人たちこのゲームレビューすると思うんですけど、うん、チュートリアル等は今回僕たちはしません。あ、しない。僕たちがするのは対戦ですよ。やっぱりやっぱり対戦か。やっぱり対戦になります。そこは醍醐味ですからね。ということでペコさんと2人で対戦していこうと思います。その前にちょっとタッチして始めちゃっていいですか。始めちゃいましょう。タッチして始めると早速これ見て、近くの友達対戦と1人で練習ってあるんですよ。あ、両方できるんだ。この上の近くの友達と対戦を押します。そうすると募集っていうのがあるんで、こちらを押してもらいます。はい、対戦相手を待っています。なるほどね。これで参加すればいいですね。片方は参加っていう文字で、今手元にこのファイト番号っていうのが出てると思うんですけども、はい、こちらをペコさんが打つだけ。ちょっと打ち込んでみてもらっていいですか。543831ですね。はい、ポチッとポチッとな。ほら来た。うお、あなたが使うデッキを選んでくださいということなんですが、はい、今回カミドラ、そしてギャラクシーで、一番下のスパイラルっていうのは今回公開されてないということで、上の2つを使ってね戦っていきたいと思います。はい、で今回僕が使うのはじゃあ一番上の神ドラ主人公キャラを使っちゃっていいですか。じゃあペコさんはギャラクシー、ギャラクシーの方で。はい、さあ、おお、始まった。かっこいいな。かっこいいですね。俺もこんな風にカード出してみたいなファイトの準備をするよ。さあ、ここでカードを引いて、はい、そしてじゃんけんですね。見せないよ。じゃんけんですよ。画面見ちゃダメ、俺の画面見ちゃダメだよ。いきますよ、せーの、はい。あ、負けた。よっしゃ。オープンザフラッグ、ね、ここね、こう始めるときはバディファイト、オープンザフラッグと元気よく言うそうです。言わないとダメですからね、これは。はい、ペコさん先行で、はい、パサッとチャージ&ドローきましたね。ここもこのゲームの醍醐味になってまして、僕のターンになった時にまた説明しますね。はい、コール、はい、コールします。
コールっていうのが、まあ、いわゆるそのモンスターを召喚する行為ですね。そうですね、まあ、場にはモンスターが合計3になるまでコストがあるんですけども、はい、1、2、3とモンスターにはコストがありまして、そのコストが3になるようにまでだったら何匹でも並べることができる。なるほどね、はい、でアタックフェーズに入りましたよ。アタックフェーズに入ってこれも先制攻撃ですから。そう、先行がね攻撃できると。これなんかシンプルで強いですよね。そうですね、先行アタックはかなり有利だと思いますよ。ただし先行はモンスターを何体出しても1回しか攻撃できないんで、1回しかできないと。さあダメージが入りました。先制ダメージですよこれ。それでターンエンドですね。じゃあ次は僕のターンよ。はい、ドロードロー、ドローしてからチャージ&ドローをしよう。こっち見たらダメでしょ画面見ないでせこいな。これ丸見えですからね。ペコさんが画面見てくるんですよこれ、やめてくださいよ。さあどう来る。ここはちょっと強いカード、あれかっこいい。さあ攻撃力3もありますからね、強いですねこれ。このモンスターアタックフェーズにそのまま入りたいと思います。3も来る。そして僕が狙うのはモンスターではなく、うわこっち来た、ヒーローをぶん殴っていきたいと思います。直接来る、これ直接行きます。さあしかもこのモンスター特殊能力がありまして2回攻撃です。やばいやばいやばい、3を2回攻撃、3でペコさんの画面を2回叩きます。これまずいですよ。何、よし、なんだこれ、無効化、無効化します、攻撃を無効化された。あ、守られた、よしよしよし。これが今使ったカードが魔法カードといいまして、はい、バトルフェーズ中だったりとか、うん、いやそういった部分で使用することができるということですね。そうですね、今防ぎましたからこれで。ドローしていいカードが来たかな。チャージするか否かですねこれは。はい、しますよ。お、チャージ&ドロー来た。して、あ、コール来ましたね。コールで、お、なんか効果がついてるモンスターですね。モンスター出しましたよ。お、ゲージをプラス1、ゲージをプラス1して、カウンター、あら、よしよしよし。そして攻撃力アップ、アップ、アタックフェーズに移りましたね。いきますよ、もちろんこの子ぶっ叩きます。何で、ガラ空きのところへ、ガラ空きパンチ来ましたね。ガラ空きパンチや。さあここはどうするかなんですけれども、これここやっちゃいますよ。おっと、攻撃を無効化、手できた。さあそしてゲージをプラス1していきます。ゲージ増やしますね。ここでね、このゲームの 強さっていうところをね、ちょっと次のターンで見せてあげましょう。僕がゲームの強さ。さあドロー、ドローしてチャージ&ドローですね。チャージ&ドロー、チャージ&ドローしてメインフェーズいけるかな。これいけそうですね。ちょっとやってみよう。なんだなんだ、コールして、さらにコール、あ、もう一体、さらにもう一体。さあこれでまた再びですね、僕はモンスターを攻撃せずにペコさんの顔面を狙っていきたいと思います。まあ、またいきますよ、アタック。あらーきついねこれ。おっと、さあ防いでこないですね。これが通れば、お、通りましたね。通りました。これは攻撃が通ってしまったということは、このファイナルフェーズ、このゲームには必殺技というものがあります。必殺技、必殺技、ゲージも3つ溜まりました。うわ、必殺きた。なんだこれ、相手に4ダメージ、イエス、めちゃめちゃ強いじゃないですかそれ。これがバディファイトなんですよ。なるほどね。はい、ということでゲームプレイは以上になるんですけれども、はい、どうでした、やってみて。いや、簡単だけどめちゃめちゃ面白い。
めちゃめちゃ面白いよね、はい、僕たちがやってきたカードゲームの中でも本当に1、2を争うんじゃないかっていうぐらいのシンプルさで、はい、なおかつ分かりやすくて面白い。面白いね。単純にこれ勝敗が決まっちゃう。そしてね、まあ、僕がやってるカードゲームの中で、はい、そのプレイ時間がめちゃめちゃ長いカードゲームとかもあるんですよ。下手したら30分かかっちゃうみたいな。あ、そうですね。そういうカードゲームとはまたちょっと違うよね。ルールがごちゃごちゃしてないからね。スカッとこう終わっちゃうような感じで、はい、少しの時間に少しバトルしようかみたいな感じもできるからね。そうですね。これずっとやってたら、あともう一回、あともう一回、どんどん変えられるやつだから俺勝つまでやりたいってなっちゃうようなゲームですね、はい、今回このゲームね、はい、体験版アプリがリリースされるのが6月1日を予定されてると。なるほど。この体験版がね、このゲームをやってみたい方っていうのはね、はい、6月1日になったらね、急いでダウンロードした方がいいですよ。そうですね、すぐ取った方がいいですよ。このゲームの点数をつけさせていただくなら、はい、100点。100点、もう完全な100点だったね。もちろんこれはね、やった方がいい。やらないと分かんない。正直ね、大人もできる。そうですね、子供とバトルしたいよとか思ってる人たちも、うん、もう親子でねやったりできますんで、親子で簡単ですから、デッキを借りることもできますから、はい、もうこうやってね普通に楽しむことができるのでおすすめです、はい、この動画が面白かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。